重なっていきます。ではね、分割するとここ、あとここ、多分この辺とこの辺がガチガチになられてます。でどんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じ。でそれね、今から生肉に戻していくんですけども、その過程がとっても痛いんですね。でこの背中の疲れって実は足の疲れが上がってくることが多いんですけれども、がっちり緩めてきます。で、その前にね、骨盤のズレがここにあるのと、ここにもあるのと、あと背中のズレがありますから、それを先に取っていきますね。ではこちら側を下にして行ってやってみましょう。まずはじめにバキバキから触っていきますね。腕借ります。はい、腕借りますね。よいしょ。はい、これでぐーっとひねってます。そう、近めて、もうひねっただけでなりましたよね。今度反対側向きましょう。はい、足が向きますよ。はい、足が向きますね。腕借りますね。はい、腕借りますよ。よいしょ。これでね、ぐっとひねってます。そう、近づいてます。もっとランクしてます。では一辺座って起き上がっていただいて、こちらに足を下ろしましょう。でここでね、こうやって腕組みましょう。で丸くなってもらって、そのまま後ろ倒れていく。そんなに背中がずれてますよね。ではうつ伏せになって休みましょうか。で背中触ってみると、少し柔らかくなってくれてるんですね。なんかさっきとちょっと違いますよね。ということはちょっとずれてたよってことなんですね。ではね、あとね、まだこの辺とか、まだこの辺が硬いですから、その疲れって実は足から上がってくるので、それをね、今からしっかりやっていきます。今から本番スタートでございます。頑張ってください。首を見させてもらうと、ここが触って痛くなってるよね。そう。これがね、どうなってるかって、首の骨がずれてきてるんですよ。でそれで今からね、取っていくんですけども、バキバキってすると2000人に1人ぐらいの割合で、1週間ぐらい首が痛くなっちゃう方法。か、バキバキせずにゆっくり押さえて取っていく方法がありますが、どっちがいいですか？どっちがいいと思いますか？好み。はい。でも痛いってどういう痛さ？首がね、曲げたりとかするときに痛くなっちゃう可能性があるのが、バキバキする方法。でも、バキバキせずに戻していくと 80% ぐらい取れるんですけども、はい、押さえて取っていく方法があるんですよ。じゃあ、押さえて取っていきましょうね。はい、頭トントンってね。ここをこうやってちょっと押さえて取っていきますね。はい、気持ちいいですよ、これ、痛いけど。でも、肩甲骨と連動して、そこがいつも痛いんです。はい、ということは、この首の骨がずれて、肩甲骨が痛くなるのか、肩甲骨の方が凝ってきて、こっちを引っ張ってるのか。どっちかは分かりません。はい。です。ここのね、骨のズレをね、ゆっくり押さえて元に戻していくというのは、首の骨がずれているのを抑え込んでいく方法なんですね。なのでね、これを受けてるときは気持ちいいんですけれども、こんな感じで気持ちよさそうにしてます。で、人によってやっぱりこうやってね、ずれてるところを押さえていってほしい人もいます。そうすると、ほら、今触ると痛くなるの分かりますか？分かります。もうちょっと。首の骨のズレを取っていこうと思うと、ゆっくり押さえていくので、やはりね、少し時間がかかるんです。で、やはりね、バキバキするよりかは、この押さえていく方が、施術の、治り方というんですかね、少し時間がかかるので、それだけ覚えておいてくださいね。だいぶここに、左のここに疲れが溜まってますから、対人関係のストレスが半端なかったんでしょうね。ちょっと、いろいろね。思い当たる。ありましたか。それが原因かもしれません。これはこうするとほら、全然楽になってますよね。というのがもう整体でございました。よく耐えました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。でもめっちゃもう軽いです、足。足軽いでしょ、で、なんか背中もだいぶスッキリされてるでしょ。全然違う。いつもの受けるマッサージの後とは。違う。いつも受けた後も、こんなもんだよね、みたいな。はい。よかった。我慢した甲斐があった。で、それで、これが分かられると、やっぱ定期的に来られたりとか、やっぱり一回やっても、持つのってね、2ヶ月とか3ヶ月ぐらいしか持たないんですよ。なんか今って髪の毛を切った後みたいな感じなので、で、この状態がずっと続きますかって言っても、やっぱり髪の毛伸びてくるじゃないですか。
で体も一緒でやっぱり一回こう綺麗にしたんだけれども、うん、この状態が続くのってやっぱり持っても人によってねやっぱ1ヶ月とか3ヶ月とかやっぱり変わりますから。わかりました。その辺でちょっと様子見てください、はい、もう来月からはもう普通通常通りここやりますから。わかりました。はい、そこまた我慢するのかそれがでも起き上がられるとほらなんかだいぶ違うでしょ。だいぶ背中背筋が伸びたみたいな。わすっきりしてると思います。いい感じです。ね、で立ち上がるとちょっとねやっぱりねふくらはぎが痛い。うん、なんか、はい、ほわほわするほわほわする、うん、痛くないですか。ふくらはぎはやっぱ、はい、痛かったのと、はい、自分でも力が入ったので、はい、グッてする感じはあるけど、はい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 、なんかなんかいい感じ。足の裏がちゃんとついてる感じ。あ、素晴らしい。という感じでございました。以上でございます。